なもんじゃない。雨じゃなかったら行ってみたかったですね。こういうの入ってもらう。バックはできないので、この道行くしかありません。そうなんですか。すべて登れない上に、こんな細いとこバックじゃ無理ですよ。でここも廃墟の家です。帰り木が倒れて取れなくなってきて、帰りの道進む道もダメかもしれません。ここも廃墟です。人がいたらどうします？誰かいたら何か廃棄するときに来そうですね。でも、はい、でも畑やってる。草で埋まってる。いやもう道ないですね。マジですか。崖から落ちたらどうします。まず SOS です。もうライトが完全に草に隠れてますよ。あ、ちょっと開けてきた。すごい。これで完全にバックは無理ですね。後ろは何も見えないですよ。わあ、滑る滑る、ブレーキが効かねえ。ここ崖だったらやばいですよ。すぐ左崖ですよ。そうなんですか。こう通ったことあります？昔。え、てかもう道ないですね。え、てかガチでやばいぞ。どうしよう、前って道かな、崖かな。すごいスリリングですね。いや、スリリングっていうかもうシャレになってないぞ。草が全然生えてなかったんだけどな。結構笑いねえぞ、マジで笑いねえぞ。ちょっと見てきますかね。どうしよう。飲み物持ってて、肩持ってて、もうちょっと前行ってみようか。
いや、これ本当、弱じゃないから。そうですね。いや、幽霊な、遠くの方で、やばいぞ。どうしよう。地図あ出ないですか。地図がどうこうっていう地味じゃない。完全に道がない。外れてますね。ちょっとマジ地図が来たら落ちたのおかしくねえぞ。状況でバックなんて。でも明らかにこっちしか道なかったんだけどな。いや俺何回落ちるけどさ、道がないなんてこと初めてだぞ。どこにもないです。すべて登らない。あ、ちょっと道できたんで降りて見てみます。いや、明らかに道なかったっけ。どうしたゆげ？崖じゃん。出れねえ。これで出れると思う。まず俺降りれねえ。降りて道探してきますかって。こっちから出れないんで。あ、そうかい。ここ左カーブなんだ。草に隠れてるけど。あ、ここに道が隠れてたんだ。ありがとう。これで帰れれば普通に。
意外と飛びましたね。うん。